はい、こんにちは。日本改革徳澤です。10月1日日曜日、外国人実習制度廃止でもやります。プラカデザイン誌でですね、発注しました。到着待ちであります。不法滞在増やすだけ、外国人実習制度廃止。まあ、増やすだけじゃないんですけれども、皆様よろしくご参集ください。外国人実習制度がダメな理由は、不法滞在を増やすだけではありません。毎年数千人規模の実習生が失踪し、不法滞在者となり、累計24万人の不法滞在者を増やし続けている。これだけの外国人が地下に潜伏し、社会不安となっている。作物泥棒や家畜泥棒など一部被害が顕在化している。日本人の賃金抑制の一因となっている。なんつうの、安くてもいいです働きますっていう人いたら、じゃあそれでいいかって値段になっちゃいますもんね。将来的に奴隷労働させられたと子孫が訴えられ苦しむ恐れがある。米国から奴隷貿易をやめろ、名指しで非難されている。ああ恥ずかしい。郵便公安とちょっと会食がありまして、現在右派系デモでは NHK デモが最大だそうであります。右派系と呼ばれる活動家さんたちのデモ、150人も集まらないということで、最大のデモなんだそうで、外国人実習制度廃止デモもできたら盛大に開催したいと思います。よろしく皆様ご参集ください。コス交渉、外国人実習制度にタクシー運転を追加することを検討。タクシートラック運送業なんかで、検討だそうで、まだ決まってないみたいなんですけども、いわゆる観測気球で、あんまりね評判悪かったら取りやめるっていういつものやつかな。私日本に10年以上いて、敬語も完璧な中国人ドライバーに当たったことはあるんですけれども、日本に来てすぐの外国人にタクシーやらせるって、それを実習って言い張るの違くないか。免許の問題は二種免許必要じゃないですか。ひき逃げしたらどうすんの、タクシーごと失踪したらどうすんの、いざという時にはタクシー会社が責任持って対処してくれんのか。保険加入を完璧にして、賠償を完璧にしてくれる。無保険でひき逃げで、引かれ損っていうことにはならないようにタクシー会社がしてくれんのか。疑問が多数ありますね。これも国交省を牛耳る公明党の中国ごますり大作戦なんだろうけど、我々日本人には大迷惑ですよね。早く滅びねえかな、学会と公明党な。だいぶ高齢化進んだって聞きましたけれども、今横浜近郊のパヤさんたちのナウイトレンドはですね、米軍揚陸艦部隊横浜スノーボート、はい、スノーボート配備反対だそうであります。後ろ姿からもおじいちゃんたちと分かる人たちが暑い中頑張ってますね。日本共産党なんて登りも見えますけれども、こういうのに限って暑さで倒れないんだよな。あとこういう車も走ってたそうであります。前の横のガラスも塞いじゃって、これ絶対なんかの道交法違反ですよね。危険走行行為じゃないのこれ。見えない状態で走ってんだからさ、横見えない。朝日新聞と東京新聞が焚き付けておりました。港未来の目と鼻の先に米軍揚陸艦艇配備が決定。横浜ノースドック、地元は拠点の固定化を懸念。地元つったってごくごく一部一人か二人の懸念なんですけれども、まあ東京新聞はみんな地元はみんな懸念してるみたいに書いてますね。記事読みましたけれども、米軍が所管している場所に揚陸艦隊部隊32隻を配備することに文句つけてんですけど、全くのお門違いですよね。米軍の管理する場所に米軍が何を置こうと勝手じゃね。そんな、それこそ内政干渉っていうか、ノースドックは横浜港の正面玄関、街づくりの面で弊害が大きい。一人の意見、東京湾全体を軍港化する流れだ。この人予言者かなんかですか、予知能力かなんかあるんでしょうか。横浜の一等地にこんなものいらない。それ主観ですよね。相手次第では攻撃対象になってもおかしくない。誰ですか、中国ですか。いずれもですね、それあんたの主観でしょ。わずかな、ごくごくわずかな一人の意見を地元の意見の総意のように報道している東京新聞なんですけど、
いつものヘリクツこねてるようで、パヨにしか理解できないヘリクツいつでもこね続けてればいいと思うよ。一般には支持されないからね。まあまあ、東京新聞の変更報道がひどいっていうことですね。地元みんなが心配しているみたいな、そんな感じで一人いか二人の意見をね、それも主観でしょうよこんな、東京湾全体を軍港化する流れだ、何それ、なんか根拠あるんですか、予知能力者ですか、いう話でね。 NHK 最新調査結果、汚染水が風評加害に精出していた立憲共産社民令和が軒並みダウンしておりました。支持率、自民 34.1% 変わらず、維新 5.8% 1% 増、立憲 4.0% 0.7% 減、共産 2.3% 0.4% 減、公明 2.2% 1.2% 減、国民 1.9% 0.5% 増、令和 0.9% 0.5% 減、社民 0.4% 0.3% 減、汚染水ガーってあんなに頑張ったのに、なぜ下がってしまうのか、世論です。汚染水連呼したからやろ、風評加害が足りなかったんじゃないですか、完全にクレーマーだから、お前ら漁業関係者に謝れ、有権者のための政策を提案しないからじゃないですかね、一部のマイノリティにしか受けないネタばっかやってるからでしょ、これら合計の 7% が日本に残った最後の不良債権だね、どっちみち誤差みたいな支持率なんだから、誤差でずっと感情的にわめいて、いてね、どこの誰より非科学的だから立教者での有害野党が軒並みダウンなんですけど、別に汚染水ガーってはやってなかった公明も 3.4 から 2.2 に大幅ダウンしておりますね。これ呆れられたというか、まあ、高齢支持者の自然減で減ってる可能性ありますね。公明党もメインの支持者は昭和40年代に入信した団塊世代だそうで、婦人部もそのぐらいに達したんで、選挙前の電話かけもままならない、そうであります。立憲は維新に5割程度も差つけられてますね。もう野党第一党なのやめたら、令和は看板は若いんですけど中身は高齢者若じゃないの。だって中核派4700人が、令和の黒幕でしょ。中核派の政治部が令和って聞いてますから、中核派が若返ったって話聞いてないしね。公明立憲共産社民令和支持者の合計は 9.8% でした。この 9.8% が日本をおかしくしてる大元ですわね。あとはテレビ新聞ね、毎年140万人から150万人がぶっこするんで、来年は 8.8% ぐらいに減ってるかな、減ってるといいなという感じなんですけれども、まあ 1% 強が、自然になくなる、まあそうですよね。平均年齢80いくつなんだから、1.何%、1% 以上はじんぐりに、ぶっこする、まあそうですよね。してみと、まあ、1% ぐらい減るのかな、減ってくれるといいな。もう一つの日本のがん、経団連、11日に政府提言を発表。社会保障財源として消費税増税が有力な選択肢。ようやくなんですけど、金いるってんだったら法人税以外から取ってくれよ、といういつものやつですね。世論です。消費税上げて消費を冷え込ませたいバカバカなのかな、経団連は。その通り、バカバカ。逆に少子化進むだろう、バカ。企業努力よりも公金なのに。税金上げ続けて今の少子化なのに、バカですか。このじいさんどもは国の奨励なんかどうでもいいからな。異例じゃねえだろ、いつも言ってる。消費税上げろ、中国に従え。こんなんばっか。ほら、遠くらだよ。こいつ何者なんだ。ご公ご民、これ以上の負担は無理。こういう人たちが日本をダメにしていると。文句たらたら非難合々でありました。経団連は過去にですね、奴隷を1000万人輸入しろ、とんでもない提言した前回の人手なしどもです。お前らの子孫も外国人労働者との激しい競争にさらされることになるのに、本当にバカな連中なんですよ。治安も悪くなるしね。外国人実習制度もこいつらの要望でしょう、どうせね。安い労働力使えるに外国人入れろって言ったって、その労働力ね、同業他社も同じ条件で使えるんだから、全然有利にならねえのに、本当にバカな連中なんですよね。朝日は大バカで無知なんで、消費増税に言及するのは異例とか書いてあるけど、会長のトークラーはですね、しょっちゅうこれ言ってますよ。法人税上げんな、金がいるなら消費税上げろ。
言ってます。今回は経団連の総意としてそれ発表しちゃっただけで、多くの大企業経営者がこの程度の浅い考えなのはまあ間違いないとこですね。経団連の内部でこれの提言まとめた時に反対するやついたかっていう話ね。こんなこと言ったら消費税上げろって法人税を上げんのってバレちゃいますよ、俺らのずるい考えが、止めれずに願ったのかって話。金勘定だけで出世してきて10年後のことは見えないバカばっかなのかな。お前らのあの小山小屋お家名が高い消費税と不況に苦しむんだかんなっていう話。子孫はですね、あの未来永劫法人税が安いと助かるっていう経営者側にいられるわけねえだ、バカだな本当に経団連のおじいちゃんたちは、でつくづく私もそう思います。というわけで10月1日デモやるんですけど、盛大にやりたいんで皆様よろしくご参集ください。デトックスジャパン。